頑張って生きてます。藤子さんです。はい、こんにちは、あきおです。今日は重大発表があります。まず僕がこの YouTube で実現したいこと、それは YouTube を見てくれた人が目標を達成すること、これがやりたい。で、この YouTube を見た方が目標を達成するまでの道を作りました。どういうものかというと、 YouTube を見る、コーチングを受ける、目標達成会議に参加する、目標を達成する、完璧。順に説明します。 YouTube はもうこれ、次コーチング、なんとコーチングを提供するコーチの仲間が増えました。最高。僕はコーチングの研修にたくさん参加しているんですが、そこで出会った、すげえなこの人、魅力的やなって思うコーチに声をかけて、このあきおブログの仲間になっていただきました。で、その素晴らしいコーチの方々の体験セッションを受ける場を、あきおブログの中で作ります。体験セッションの価格は数千円。コーチングを受けてみようって人はぜひ体験セッション受けてみてください。大阪と東京にもコーチいるんで対面でもできます。はい、コーチングってほんとすごくて、僕もコーチングを受けて人生が変わって、こんだけコーチング言ってます。ぜひ一回受けてみてください。で、コーチングの体験セッションを受けて、そこからコーチングすげえな、これやったら人生めっちゃ進みそうって思った人は、継続本番セッションという形で6回が1セットで、コーチングになっているんで、それまた申し込んでください。そしたらもうね、絶対進みます。はい、絶対進みます。で、補足すると、コーチングで何がわかるかって言ったら、まあ自分の人生の目的であったり価値観であったり、まあ自分が本当にやりたいこと、目標っていうのが明確になります。あとはやるだけで、そのやる場を作りました。次、目標達成会議、これはスラックっていうアプリを使って、毎週スラック、その目標達成会議に参加する仲間同士で、目標と現状と来週までに行うアクションっていうのを毎週その場で共有してもらいます。その場には僕も入ってます。で、その場で、目標と現状と来週までのアクションを共有することで行動しやすくして、もうあとはやるだけ、もうやって目標達成。まとめると、 YouTube 見る、コーチング受ける、目標達成会議参加する、目標達成する。で、ぜひこのあきおブログに共感してくださる方はコーチング申し込んでみてください。本当に人生が動き出します。変わります。進みます。で、各コーチの紹介ページを作ったので、下の詳細欄に貼っときます。そこから申し込めるんで、ぜひ体験セッション申し込んでください。一緒に人生を前に進めましょう。では、おはようございます。5時45分、今日は会社にお休みをいただき、有給を使い東京におります。今日はさあ、僕がコーチングして、それから僕のコーチのコーチングを受けて、で、その後友人に会って、その後コーチングの研修の場に参加します。今日もめちゃくちゃ楽しみです。はい、僕のコーチカズさんです。カズさんのコーチングを受けて人生が変わりました。マジで明夫君、素晴らしい、本当素晴らしい人です。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、よろしく。はい、カネさんです。はい、カネって言います。これから明夫とコーチングの講座を一緒に受けに行きます。はい、お願いします。お願いします。帰ってきました。もうね、人生で一番忙しい、やばい。もう忙しくはないな、忙しくはない、もうやりたいことが多すぎてやばい。よっしゃー、ってことでね、筋トレに行きますよ。
お仕事も、YouTube も、コーチングも全部やります！全部やる！久しぶりに家に帰ってきました。で、よく聞かれるんですけど、トレーニング前は、トレーニング前は、このマイプロテインのプレワークアウト飲んでます。そして、トレーニング中は、この EAA とゴールドジムのホエイペプチドを飲んでます。ほんで、トレーニング後にこのゴールドスタンダードの、ホエイプロテイン、ダブルリッチチョコレート味と、この粉飴を飲んでます。粉飴は 30g ぐらい。で、なんとですね、なんと、あの、マイプロテインさんから、提携しませんかみたいな話をいただいてですね。そうです。マイプロテインの提携多分させていただきます。ちょ、わかんないですけど、多分。で、僕、マイプロテインのあの、クッキーとかめっちゃ食べてて、で、プレワークアウトもマイプロテインで、グルタミンとクレアチンとかも、このグルタミンとかクレアチンとか、この味ないやつって、あの、まずくても、まずい服はないですけど、まずくても関係ないじゃないですか。で、マイプロテインめっちゃ安いんで、ずっと使ってます。なんかそのうちマイプロテインの商品紹介し出すかもしれないんですけど、僕本当に普段から使ってていいと思ってるものしか紹介しないです。で、プロテインはいつもあのゴールドスタンダード飲んでるんですけど、あれが好きで、あれ紹介したらあかんって言われたらどうしようって思うんですけど、まあ、はい、そんな感じです。で、さらにマイプロテインの提携してる人とか、あと筋トレ YouTuber の有名な人とかが、集まる会をマイプロテインが7月に東京で主催するらしいですけど、それになんとご招待いただきましたので行ってきます。あーやばい、時間ない時間が、そうですね、あとやっぱ YouTube ってすごいいいなと思ってて、はい、で YouTube でコーチングのセッションの様子とかもなんかこれはデモみたいな感じで流せればなと思ってます。はい、出ます。おやすみなさい。おはようございます。今日も最高の一日でした。いやもうね、やばいっすね、充実しすぎててやばいっす。しょってことで、20時8時10分なんてこったってことで、ジムに行きます。よっしゃー、行くでー。よっしゃー、あー超疲れてるんで、お前サクッといってバチッとやってパッと寝ます。はい、では、おはようございます。今日も最高の一日にします。はい、花。6月21日金曜日、行ってきます。はい、はい、帰ってきました。6時50分。よく質問いただくんですが、この椅子は、ヘリノックスっていう会社の椅子です。キャンプ用の椅子です。ジムに行きます。あ、あと、なんと、この、
の楽器カホを買いました。今度ストリートライブをやりたいと思います。はい、よし、ジム。はい、で今後も YouTube 出していくんですが、その内容いろいろ考えてるんですけれども、出したいなと、近々やりたいなと思っているのが、1個がメモを書くことの有用性、まあ、0秒思考とかっていうところを1個やります。でもう1個が、時間の使い方は命の使い方っていうタイトルで、時間の使い方に関して動画出そうと思ってます。で他にもこんな動画、あと食事リクエストが多いんで、食事のやつもやります。一日の食事もやります。なんかそれ以外でこういう動画やってほしいとかあったら、ぜひコメント欄にリクエストお願いします。ウーバーイーツでプロテインラボっていうレストランの高タンパク低脂質飯を注文しました。いただきます。バリうまい。